タイトルまであと一歩。例年とは違う特別な大会の頂上決戦が始まります。この時間は佐賀 2020SSP カップ佐賀県高校スポーツ大会サッカー男子決勝、龍谷高校対佐賀商業高校の一戦を生中継でお伝えしていきます。会場は佐賀市健康運動センターです。現在の天候は雨、今は小雨の状態となっています。この試合の実況は佐賀テレビの川野雄也がお送りします。 SSP カップのサッカー男子は2週間前の今月13日に開幕しました。32チームのトーナメント方式で争われ、今日の決勝を迎えています。両チームのこれまでの勝ち上がりですが、まず龍谷は2回戦で優勝候補の佐賀東を PK 戦で破りました。準々決勝の佐賀工業戦は逆転勝ち、そして準決勝ではこちらも強豪の佐賀北を PK 戦で破りました。厳しい試合をものにして自信を胸にこの決勝に挑みます。一方の佐賀商業は1回戦の唐津東戦は1対0、2回戦の佐賀学園戦は PK で破りました。競り勝つ強さを身につけたチーム、そこから荻、嬉野を破り決勝まで勝ち上がってきました。それでは両チームのスターティングメンバーを紹介していきます。まずは紫のユニフォーム龍谷、去年の選手権大会で優勝しています。フォーメーションは 4-4-2 です。ゴールキーパーに又吉、フォーバック左から平井、野添、石橋正史、本田、石橋は3年生、他3人は2年生です。ダブルボランチに攻撃的な大石と守備的な堤、左のワイドに上船、右のワイドに今日は3年生の平山です。ツートップ、キャプテンの9番石橋啓史と3年生の10番松尾、龍谷のエースです。率いるのは元 J リーガーの太田圭介監督です。続いて赤のユニフォーム佐賀商業、創部50周年の節目を迎えています。ゴールキーパーは2年生の中原、フォーバックに左から1年生山口、2年生山本、3年生の田中と三笘、ダブルボランチに橋本と前田、左に準決勝で決勝ゴールの14番米倉、右に11番柴木、ツートップ2年生今大会初出場の野口風雅と、エースでゲームキャプテンの10番山下です。率いるのは7年ぶりの夏の優勝を狙う松尾智弘監督です。さて両チームの選手がピッチに散らばっています。県総体では一昨年の準決勝でも対戦している両チーム、その時は PK 戦の末龍谷が勝利しています。果たして今日の試合はどんな決勝になるのでしょうか。非常に楽しみな両チームの一戦です。勝つのは龍谷か佐賀商業か。 SSP カップ佐賀県高校スポーツ大会サッカー男子決勝戦、まもなくキックオフです。今前半のホイッスルが鳴らされました。35分ハーフで争われます。まずは長いボールを入れていった佐賀商業です。ただ今日の天然芝のコンディション、非常にスリッピーな状態です。このあたりも試合に大きく影響してくるものと思われます。佐賀商業はまず7番の前田が、これはロングスローのポジションに入ります。佐賀商業にはこのロングスローの武器があります。一つ前半の立ち上がりでこのチャンスをものにしたいところ。非常に雨でスリッピーな天候、佐賀商業のボールが入ります。さあ中に入れてくる、ここは松尾のヘディング、こぼれ球、佐賀商業押し込む、ホイッスルがなくてこれは龍谷ボールです。ファールがありました。ただこぼれたボールに選手が飛び込んでいきました。佐賀商業最後に飛び込んだのは佐賀商業ツートップの一角、23番の野口風雅です。今日は今大会初出場、2年生並々ならぬ思いでレギュラーを勝ち取りました。さあ龍谷のフリーキックから試合が再開しています。やはりボールがちょっと滑っている様子が確認できます。その中でパスをつないでいく佐賀商業、中盤持ち上がる、さあ裏に1本出た、右からのクロスに、ここは少し選手に合いませんでした。立ち上がりチャンスを作っているのは佐賀商業です。お互いにハードワーク、球際の激しさというのを持ち味としています。さあ10番の山下、
ただここは龍谷のセンターバック18番の石橋正史が対応しています。龍谷のディフェンスラインは3人が2年生、4番の野添以外の3人は2年生で構成されています。非常に硬い両チーム、ここまでの両チームの失点はお互いに大会を通してわずか1という結果となっています。それだけに先制点がもたらす意味合いというのは格段に大きくなってきます。さあ前半まず押しているのは佐賀商業、野添が大きくクリアしたいところですが、やはり雨にぬかるんだ芝となっています。さあ芝木から右に展開、山下のシュート、これはゴールキーパーの12番又吉俊太が抑えています。いい形を一つ作った佐賀商業、10番の山下、エースでゲームキャプテンを務めている選手がシュートを放っていきました。非常に技術の高い両チームですが、やはりこの芝のコンディション、雨のグラウンドというのは非常に一つポイントとなってきそうです。前半の立ち上がり、まず何本かいい形を作っている佐賀商業です。まあ、佐賀商業のミッドフィルダー橋本も試合の入りが特に大事なんだと、前から行きたいというふうには話していました。その中で今左サイドから龍谷がフリーキックのチャンス、ここはもう思い切って中に入れてきそうです。龍谷のフリーキック、いいボールだ、ファーサイドに流れてホイッスルが鳴っています。SSP カップ決勝の舞台、ただ非常に落ち着いている入りを見せているような印象を受けます。佐賀商業のゴールキーパーは16番の中原、実は正ゴールキーパーに3年生の山口という選手がいるんですが、ちょうど1週間前に右手の薬指を骨折したそうです。その代わりとしてこの中原も立派に仕事を果たす、そんな気持ちで今日の試合に臨んでいます。準決勝では佐賀商業のゴールキーパー中原も見事に無失点に抑えました。さあ右サイドから攻めていこうとしているのは龍谷です。10番の松尾が滑っていきます。龍谷の右サイドは今日25番の3年生平山が入っています。スローインは14番の本田、平山、ここは佐賀商業のディフェンス陣が対応します。中盤からつないでいきたいところですが、やはりパスがちょっと途中で止まってしまうような状況です。それを見て大きく蹴り出していくのは18番の石橋正史、この選手も2年生です。3年生の4番野添とセンターバックコンビを組みます。今日は早朝から非常に激しい雨が降って試合の開催も危ぶまれたんですが、無事に開催することができています。ここ野添が大きなボールを出して、キャプテンの石橋圭司から右サイド、平山のクロスはディフェンダーに当たってコーナーキックとなっています。ここも一つチャンスを迎えている龍谷。このセットプレーというのは両チームにとって大きなポイントとなりそうです。龍谷で言いますと4番の野添あたりはセットプレーのターゲットとなります。身長178センチ、その4番の野添も中に入っています。ボールが入ってくる、中央、これはゴールラインを割ってゴールキックです。最後龍谷の選手に当たりましたかね。一つしのいだ形となった佐賀商業です。この2チームは今年練習試合を一度しています。その時は2対0で龍谷が勝利したそうです。
佐賀商業にとってはそのリベンジを果たす舞台でもあります。ここも龍谷は右サイド、25番の平山、そして10番の松尾につないでいきます。松尾非常にキープ力がある、切り返す、松尾のクロス、ここはクリアします。クリアしたのは佐賀商業7番の上船でしょうか。一つ松尾からチャンスを作った龍谷です。ゴールゲッターの松尾、技術もありハードワークもする非常に素晴らしい選手です。龍谷今日2本目のコーナーキックのチャンスを迎えています。ニアサイド飛び込んだが、さあもう一度右に展開、再びクロスが入ります。ワントラップ、松尾切り返して、ここは読んでいました柴木。さあ柴木のカウンター、ただ選手が交錯します。佐賀商業ボールとなります。ただ非常にいいカウンター、そしていい戻りを見せました松尾。この攻守の切り替えというのもお互いにとって長所の一つとしています。さあ長いボールが入る、ここは石橋正史のクリア、回収している前田から山口のボール、ヘディングシュート、さあこぼれ球、一つチャンスを作りました佐賀商業。1年生山口のクロスから飛び込みました。最後は11番の柴木のヘディングシュート、ただゴールキーパーもよく抑えています。スローインは1年生の山口。さあここは10番の山下、キープ力があります、ただここはコントロールが乱れて龍谷のスローインとなります。やはりこのボールが着地した瞬間に非常にスリッピーな軌道となります。山下仕掛ける、山下まだ行く、ここは柴木から前田、大きくクリアしていきました。この位置に25番の平山がいました。まもなく前半の10分です。ここまで両チーム0対0、ただお互いにチャンスは作っている前半です。再び右から展開しようという龍谷、石橋啓史が倒れていました。龍谷は右サイド25番の3年生平山、あるいは9番の石橋啓史、この位置に8番の大石です。右サイドバックは14番の本田、この辺りから今日チャンスを多く作っています。平山のクロスはしっかりと佐賀商業のディフェンスもついていきます。そして3本目のコーナーキックのチャンスを迎えているのは龍谷です。続いているセットプレーのチャンス、ものにすることができるでしょうか。佐賀商業としてはしのぎたい、少し雨が強くなってきました。龍谷コーナーキックのチャンス、中央クリアします。ボールが止まりそうです。ここは平山の方が早かった、ただボールを奪った野口、さあそして山下抜けた、山下1対1、キーパー飛び出した、山下まだある、ここはカバーしました4番のセンターバックの添え、ただ佐賀商業10番の山下チャンスを作りました。そして龍谷のゴールキーパー又吉が少し痛めています。エースでゲームキャプテンの山下、攻撃の中心です。この又吉もよく体を張って防ぎました。
ょっと右手を押さえているでしょうか。激しい交錯がありました。佐賀商業は2トップでチャンスを演出した形です。23番今大会初出場の野口から10番の山下へ、そのチャンスを龍谷のゴールキーパー又吉が体を張って防ぎました。今丸のサインが出ました。又吉は大丈夫なようです。試合が再開します。7番前田のロングスロー、このロングスローの飛び道具でチャンスを作ることができるでしょうか。佐賀商業で言いますとセットプレー10番の山下、4番の田中、7番の前田、この辺りがターゲットになってきます。やはり雨ということでうまくボールが手につかなかったでしょうか。難しいコンディションの中での試合です。ちょっと飛距離が短くはなっています。石橋圭司、ただセカンドボール回収するのは佐賀商業。大きく出して最後は8番の大石が追っていきました。ゴールキックです。失礼、佐賀商業は8番の橋本です。龍谷の8番ボランチの位置に入っているのが大石。今コーチ陣から龍谷はいつも通りやろうという声がかかりました。ここまで両チーム0対0、お互いに持ち味を出しつつの前半となっています。ここは笛が鳴って龍谷ボールです。4番のセンターバック田中、ディフェンスラインを引っ張ります。今日は雨の中の一戦ですが、佐賀商業龍谷ともに後輩や保護者関係者などが非常に多く訪れています。 SSP カップ決勝の舞台、夏のタイトルをかけた一戦です。さあ右サイド抜け出すのは柴木だ。柴木早い、ディフェンスライン追いつかない。柴木がスライディングでクロスを上げますが、ここはよくカバーしました。18番の石橋正史、この右サイド佐賀商業柴木というのは一つ大きな武器になります。そして徹底してこの位置からはもうロングスローを入れてくる佐賀商業、手にはタオルを持って水分を拭き取ります。中にはディフェンスラインからも選手が上がっています。さあ今度はいい位置に入れてきた。ニアサイド、ここはラインを割っていましたかね。田中のヘディングシュートでゴールラインを割りました。ゴールキックです。ロングスローから田中のヘディングシュート、このスローインになればある意味セットプレーのチャンスというのは非常に佐賀商業にとっては大きな武器です。ゴールキックを山下がカット。7番の前田、ここは石橋のカバー。右サイドバックは佐賀商業三笘です。ここはファールがあって佐賀商業ボール、セットプレーのチャンスです。前半の16分を経過しています。35分ハーフで争われる SSP カップ決勝の舞台です。仮に35分ハーフでも決着がつかなかった場合は10分ハーフの延長戦に突入します。それでも決着がつかなかった場合は PK 戦というルールになっています。龍谷ベンチからはディフェンスラインに対して細かい指示が送られています。さあ佐賀商業はファーサイドクリアします。さあそして石橋圭司、スピード勝負に持ち込む。
ただここはクリアしました。このカウンターのスピード勝負というのも非常に見応えがあります。非常にこの龍谷のディフェンスラインというのも統率されている印象があります。さあ本田のスローイン、さあボールがこぼれて橋本、中野口、さあ左の米倉が呼んでいましたが、ここは中央シュートを打ってきた柴木のミドルシュート。この雨の芝を利用して遠目から打ってきました。シュート数はここまで佐賀商業が5本、龍谷が1本となっています。シュート数だけを見ると佐賀商業が押している印象があります。ここはファールスローを取られたでしょうか。龍谷ボールに変わります。さあ龍谷のスローインから試合が再開します。さあ切り込んでいく中央、粘りましたがラインを割っています。龍谷の2トップは今日10番の松尾と9番の石橋啓司、右のワイドに25番の平山が入っています。柴木、左にボールが流れます。佐賀商業1年生の山口、さあ龍谷も非常に早くプレスに行く。佐賀商業ボール、右サイドバックは14番の本田、この選手が20番の山口、両チーム唯一の1年生です。野添のクリア、さあ競り合い、松尾が競り勝ちます。シンプルに長いボールを入れてきました佐賀商業。前半の間もなく20分です。ここまで両チーム無得点。山下、時間を作ります。一旦下げてもう一度組み立て直す佐賀商業、ただ非常に龍谷のディフェンスラインも固い守りを見せています。混戦となってボールが流れます。野添、ゴールキーパーの又吉に任せます。又吉俊太、今大会失点はわずかに1、非常に調子の良いゴールキーパーです。ロングボールから石橋啓司が競り勝った。ただ4番の田中が大きく前に伸ばしていきます。野添が対応して佐賀商業のスローイン。龍谷のディフェンスラインは4番の野添が中心となって2年生を束ねていきます。雨が強くなったり弱くなったりを繰り返しています。今また少し強くなってきました。山下キープ、龍谷が囲む、山下のクロス、ボールが流れる、シュートだ。米倉のシュートはディフェンスがブロック。粘りを見せた龍谷、チャンスを作った佐賀商業。最後は14番の左のワイドに入っている米倉のシュート、2年生。ただ龍谷も猛然と滑り込んでいきました。そして佐賀商業はコーナーキックのチャンス。佐賀商業は今日初めてのコーナーキックです。キッカーは15番の山本、低いボールだ、松尾のクリア、競り合い、野口競り勝った。一旦前田に落として、ただ龍谷奪った、
大石が長いボールを入れてきました。非常に中盤の競り合い激しくなっています。右サイド、ここは大きく蹴り出していきます。石橋、左に展開しています。平井から縦、中央ボールを奪っている佐賀商業、野口には通りません。平井がここは縦つながった。松尾がふわっと浮かせて左サイドを使う。上船、これはスローインかコーナーキックか。スローインです。龍谷のスローイン。佐賀商業の右サイドバックは2番の三笘。さあ龍谷のスローインです。左サイド、ここはコーナーキックとなっています。キックに向かうのは10番の松尾。龍谷のターゲットは4番の野添、あるいは他の選手も非常に競り合いの強い選手が多く揃っています。9番の石橋啓司も非常にヘディングの強い選手。さあここはグランダーのボール、石橋、松尾切り返す、松尾のクロス、ここはクリア。一旦マイボールにします。変化をつけてきました龍谷。スローインに向かうのは15番の平井です。ボールが入っている松尾キープ。この辺りは落ち着いています。そして中にボールを出す。佐賀商業も落ち着いて対応。野口ワンタッチで抜けようとします。4番の野添が対応。今大会初出場の23番野口も非常にはつらつとプレーをしています。2年生、スピードと運動量で勝負すると松尾監督は話していました。創部50周年の節目を迎えている佐賀商業、7年ぶりの夏の大会優勝を狙っています。一方で去年の選手権大会では県大会優勝した龍谷、夏の大会では初めての優勝を狙っています。ここはいい位置でフリーキックを得ました龍谷です。ペナルティーエリアの少し外、ただ非常にいい位置です。あるいは直接狙うことも可能な距離です。ボールをセットしたのは松尾。佐賀商業は壁を4枚設置しています。直接狙うか、あるいは合わせてくることも考えられます。直接狙ってきた、バーに直撃、こぼれている、押し込めるか、ホイッスルが鳴ってゴールキーパーが倒れています。今ちょっと実況席からは非常に見えづらい角度でしたが、どうなったでしょうか。フリーキックはゴールキーパーの手をかすめてバーを直撃、その後こぼれ球となりました。非常にいいフリーキックを見せました。ここは佐賀商業のゴールキックあるいはフリーキックで試合が再開します。
さあ佐賀商業、橋本から縦、柴木、柴木早いクロスを入れる、シュートだー。柴木のクロスからシュートを放っていった野口、綺麗な形を作りましたが、ここも又吉がセーブしています。ただ橋本のパス、柴木のスピード、そして野口のシュート、非常に一連の形、素晴らしい形を作りました佐賀商業。お互いにチャンスを作っている前半です。さあ非常に激しい中盤の競り合い、クリアしていくところを龍谷がチェックに行きます。7番の上船、佐賀商業のゴールキックです。龍谷はフリーキックで、佐賀商業は裏へのパスで、それぞれ大きなチャンスを迎えています。前半は28分を経過しています。ただここまで両チーム無得点、ただ決勝にふさわしい非常に白熱した試合となっています。龍谷左サイド、上船、上船抜く、切り返す、非常に個人技がある、そして松尾、左サイド抜けてきます、クロス、ここはホイッスルが鳴りました。最後は今のは何ですかね、オフサイドか、あるいはファールか。オフサイドですかね。佐賀商業ボールから再開しています。オフサイドのようです。さあ野添から右に展開、山口のクリアは平山に当たって、ここ本田がカバー、石橋、石橋から中央、隅から左に展開、上船、上船切り込む、平井、左のオーバーラップ、ディフェンスに当たって最後ゴールキックです。龍谷もサイドを使ってチャンスを作りました。最後は15番の左サイドバック平井です。この平井のオーバーラップというのも一つ龍谷の武器の一つです。前半の30分を経過、残りは5分少々となっています。果たして先制点を奪うのはどちらでしょうか。松尾が またも左、上船から松尾のところは田中がケアします。野添、ここまでのシュート数は佐賀商業が7本、そして龍谷が3本。ただ両チームともに非常に決定的なチャンスも迎えています。石橋が粘ってボールを出しますが、佐賀商業、上船から平井、さあ中盤、野添が縦に出します。龍谷のベンチからは球際が速くなった、いいぞという声がかかりました。その球際の激しさ、ハードワークというのはどちらのチームも武器にしています。さあここも球際、さあ平山対、ここは米倉です。米倉、ボールが少し止まっています。平山、14番の本田のオーバーラップですが、ここは少し合いません。2年生の本田、右サイドバックに入っています。
この本田は1年生の時から試合に出場していました。去年の選手権大会優勝も経験しています。佐賀商業のゴールキック、平山、ここは平山が触ったボールがそのままゴールラインを割りました。もう一度ゴールキックです。SSP カップで優勝候補の佐賀東や佐賀北をいずれも PK 戦で破ってここまで勝ち上がってきた龍谷。この決勝の舞台で佐賀商業と対戦しています。上船が立て、大石切れ込む、対応したのは2番の三笘。スローインですが少しコントロールが乱れてここはゴールキックです。佐賀商業のゴールキックです。終盤右に展開して平山、さあ味方の上がりを待ちます。本田が追い越していきますがそこを使わずに中、大石、松尾、ポストプレーから呼吸が合いません。ただホイッスルが鳴っています。前田のファールを取られたようです。おそらく龍谷のフリーキック。いや、試合が再開します。もう一度龍谷ボールから再開。平井の縦へのボールには松尾が反応。松尾を収める。この雨の中でも非常に巧みなコントロールを見せています。さあボールが止まって奪った野口のロングシュート、ゴールキーパーの又吉が上がっているところを見逃さず狙ってきました。野口、うまくフィットできればあるいはという場面でした。まもなく前半の35分、今経過しました。アディショナルタイムは2分です。前半の追加タイムに入ります。ここまで両チーム無得点。今4番の龍谷野添が審判に呼ばれて何やら指摘を受けています。そして商業のスローインから試合が再開。さあ前半も終了間際、龍谷は非常に高いディフェンスライン保っています。このボールには平井が対応、大石収めた、大石のパスから落として中央、この位置に松尾倒されるがホイッスルありません。スローイン、目安の2分、残りはもうあまりありません。前半をいい形で終わらせたい両チーム。ボールを持っているのは15番の平井、縦に入れる上船、激しくチェックに行く、これは柴木ですか。さあ縦に入れました、野口を狙ったボール、
常に勇敢なプレーを見せている23番の野口、今大会初出場。さあもう あまり時間はありません。ここで前半終了のホイッスルです。佐賀商業対龍谷0対0、 SSP カップサッカー男子の決勝、龍谷対佐賀商業、前半は0対0、両チーム無得点で折り返します。さて選手たちがピッチに戻ってきました。まもなく後半戦が始まります。この時間は佐賀 2020SSP カップ佐賀県高校スポーツ大会サッカー男子決勝、龍谷対佐賀商業高校の一戦を生中継でお伝えしています。今後半戦が始まりました。まずは大きなボールを伸ばしていった龍谷です。前半を終わって両チーム無得点、0対0で後半に入っています。ただ前半お互いに決定的なチャンスを作った展開でした。佐賀商業は右サイド柴木のクロスから23番野口のシュート、一方の龍谷は25番平山のフリーキックがバーに当たるというそんなシュートもありました。お互いに持ち味を出した中で迎えた後半、果たしてどんな展開になっていくでしょうか。まずは平井から松尾流して上船、高いボールです。大石が競って平井縦に出して、ここは三笘のカット、龍谷ボールです。さあ平井から縦、上船収める、テクニック見せる松尾、ここは商業がカットします。山下2人で囲みに行く、龍谷奪った、橋本縦、ボールが止まります。今日は雨が降り続いていて、芝にも非常に多くの水分が含まれています。なのでああいったグラウンダーのボールは途中でストップする、あるいはバウンドするボールは最初のバウンドの際に非常にスリッピーな軌道に変わります。そういった中での決勝の舞台、笛が鳴って佐賀商業のフリーキック、失礼、龍谷のフリーキックです。ピッチの選手を見る限りでは前半から選手交代はないようです。両チーム山本15番2年生です。
笛が鳴ってもう一度やり直します。15番の山本は2年生のセンターバック、左足のキックが武器です。中には選手が揃っています。さあキーパーの前、そらした、松尾のクリア、まだこぼれている、ここは又吉が抑えます。遠めのフリーキックからチャンスを作りました佐賀商業。後半の立ち上がりです。長いパントキック、松尾を狙う、ここはヘディングがそれて佐賀商業ボールです。2番の三笘、縦山下を狙う、一旦ディフェンスラインに下げます。15番の山本、大きく伸ばす、ここはセーフティーに行きます。橋本、さあ上船、縦に入れる、松尾、ここは田中が対応します。お互いに今大会失点1、非常に固い守備が持ち味の両チームです。平井から縦、上船うまくターンした、左のクロス、さあ山下がうまくポストプレー、ただボールが流れて非常に速い反応を見せた龍谷です。柴木倒される、ホイッスルはない、上船切り返した、うまい、上船、ここはうまく対応しました佐賀商業。野添から右に展開、ボールがつながる、ここはうまく対応しました山口。山口は1年生です。狙ったのは25番の平山龍谷です。その平山、先ほどはいいフリーキックありました前半。準決勝は出場していなかったんですが、この決勝の舞台に抜擢されました龍谷、25番の平山です。そしてフリーキックで大きなチャンスを作りました。この後半どんなプレーを見せるでしょうか。佐賀商業14番の米倉、その後ろに20番の山口、山下うまい、うまくボールをキープして自分の人たちの時間を作ります。そして非常に遠い位置ではありますが、佐賀商業は7番前田のロングスローです。その後ろには佐賀商業の応援団、ただ非常にゴールとは距離があります。ロングスロー、ここはバウンドを使ってきた、ただボールは流れてゴールキックです。アイデアを見せました佐賀商業。そして選手交代です。龍谷7番の上船に代わって20番の又吉が投入されます。この又吉は準決勝ではスタメンで出場していました。野添の大きく出したボール、ここは三笘が対応、そして山本が大きく伸ばします。ボールを拾った大石、さあ裏を狙った、平山、前半は右サイドに入っていた平山が左サイドに入っています。そして代わって投入された又吉は右サイドに入っています。選手交代で一つポジションを入れ替えてきた龍谷、2トップは変わらず10番の松尾と9番の石橋啓司です。
さあボールを奪った柴木、堤が対応、挟みに行く龍谷、ホイッスルが鳴って佐賀商業ボール、手にはイエローカードが握られている。16番の堤にイエローカードが提示されました。今日の試合初めてのイエローカードです。今日2枚目のイエローカードが提示されました。そして佐賀商業のフリーキック、キッカーは山本です。この位置から選手に合わせてくるでしょうか。さあ長いボール伸ばしてくる、ただここは微妙にキックが合いません。遠い位置からでもフリーキックあるいはロングスローでチャンスを作っていく佐賀商業です。一方の龍谷は後半選手を入れ替えました。20番の2年生又吉を投入、そして好調の25番平山を左サイドに移しています。この策がどう出るでしょうか龍谷。さあ10番松尾競り勝つ、非常に競り合いが強い山口のカバー、ただここはボールが際どいところに落ちました。スローインです。龍谷のスローイン、そして逆サイドから又吉がここまで来ました。ロングスローです。手にはタオルを持っています。ボールの水分を拭き取ってここからロングスローのチャンス。龍谷は4番の野添がここまで上がっています。センターバック、同じく4番のセンターバック田中とのマッチアップ。ロングスローニアサイド、野添ヘディングシュート、最後飛び込んだのは松尾です。ニアサイド野添のヘディングから最後は松尾が飛び込んでいきました。龍谷お互いにサイドからチャンスを作っています。後半の10分を経過しています。ここまで両チーム0対0。中原のゴールキックはサイドラインを割っています。さあ又吉のスローイン、ここからどう展開していくか。さあ向こうサイド、ここはフリーキックのチャンスが与えられました龍谷です。キックにつくのは25番の平山、前半はこの右足からバーに当たるフリーキックを見せました。その正確な右足から今回も大きなチャンスを作ることができるか。非常にいい位置です。佐賀商業にとっては正念場かもしれません。長身の又吉も中に入っている。中央、ここは山口、まだボールはこぼれている。野口のヘディング、ここはシンプルに中に入れてきます。又吉、1年生の山口が対応。まだ龍谷ボール、左足のクロスは届きません。シンプルに入れて抜け出した石橋啓司、
ここは田中がよく対応しました。龍谷キャプテンの9番石橋啓司、準決勝では右サイドを任されていましたが、今日はもともとやっていたフォワードのポジションで活躍しています。ただその石橋啓司を体を張って防いだ佐賀商業センターバック4番の田中です。お互いに一歩も譲らない展開。ここもディフェンスライン高い位置を保っています。龍谷のフリーキック、キッカーは4番の野添です。さあ浮かせたボール、山本のヘディング、本田がよくカバーしました。又吉強い、1年生の山口が対応します。この位置からロングスローでしょうか。またボールを又吉が持っています。さあ又吉の後ろには龍谷の後輩たち、応援団が見守っています。ロングスローのチャンス、野添を狙う。ここは佐賀商業を跳ね返します。もう一度クロスを入れて松尾、入った、そのまま決まりました。又吉先制、龍谷後半の15分、又吉のクロス直接ゴールに吸い込まれました。試合を動かしました龍谷、後半から途中出場の又吉、結果を出しました。創部46年目、夏の大会で初めての優勝を狙っている龍谷、まず一歩リードしました。1対0、さあ佐賀商業としては追いかける展開。そして選手を交代します。13番の徳島和樹が投入されています。パンチ力のある左足が武器です。そして左サイドにもともといた14番の米倉が右サイドにポジションを移しています。さらには右サイドにいた11番の柴木はフォワードのポジションに移っています。23番の今大会初出場野口風雅がここでお役御免ということになっています。さあ試合を動かしているのは龍谷、先制ゴール又吉によって生み出されています。後半の15分を経過しています。ここに来て両チームの応援団の声援もひときわ大きくなっています。佐賀商業対龍谷の決勝戦、後半の15分に又吉のクロスがそのままゴールに吸い込まれ先制点を奪っています。ここも右サイド又吉、裏に抜ける石橋、山本がついていました。山本大きくクリア、野添が滑る。ただ龍谷のディフェンス陣落ち着いています。橋本、前田の競り合いです。石橋のファールを取られました。2年生のボランチ前田、よく体を張っています。龍谷ベンチからは先制ゴールの20番又吉に前から追えという指示が飛んでいます。
そして佐賀商業のフリーキック、もう山本はロングボールを入れてきます。いいボールだ。もうここは吉野が、失礼、田中が触ってバーの上、山本から一発立て、田中が合わせてきました。公式の記録によりますと、先ほどのゴールは10番松尾が最後触ったということで、松尾のゴールと記録されています。又吉のクロスに最後松尾が触ったという公式の記録です。龍谷の先制ゴールは10番の松尾のゴール。ここは佐賀商業がコーナーキックのチャンス。先制ゴールの松尾です。そして佐賀商業のチャンス、ロングスローです。ここは最後佐賀商業の選手が触って龍谷ボール。米倉、山下、収める、三笘から縦に入れます。跳ね返す龍谷、山本はシンプルに跳ね返していきます。隅、松尾から又吉、山下を走らせます。ここはゴールキーパーの又吉、佐賀商業がどうチャンスを作っていくか、1点のビハインドです。野添、左に平山、縦に入れてきます。龍谷は又吉をフォワードにポジションを移しています。又吉がセンターフォワードのような位置にいます。そして大石が右サイド、松尾が2トップの一角、あるいは 1.5 列目のような位置にいます。激しい競り合い、米倉と平山、後半の20分を経過しています。残りは15分少々。龍谷のベンチ、先制ゴールの松尾です。1点のリードを奪っている龍谷、1点を追いかける佐賀商業です。左から龍谷のフリーキック、25番の平山、さあ追加点を奪うことはできるか、うん、ここは前でカットします。代わって入った徳島、その徳島、橋本が長いボール、龍谷ボールです。石橋が粘った、さあ佐賀商業は一つでも多くチャンスを作りたい、そして同点ゴールを奪いたいところです。田中、跳ね返す龍谷、橋本は中央でつなぐ、ただここを龍谷クリア、
ディフェンスラインを上げてくる龍谷。キーパーから長いボール、米倉、松尾、シンプルに立て又吉を走らせる。さあ又吉勝負に行く、縦左のクロスはサイドネット。龍谷は先制ゴールを奪ってこの又吉を最前線に移しています。そして今は石橋が右、大石がまた中央のボランチに入っています。その大石、佐賀商業柴木、徳島、前田、うまくつながりません。そして龍谷のフリーキック、そして佐賀商業は選手を交代しています。18番の中原海二を投入しています。中原海二は攻撃的な選手です。出たのは右サイドバックの2番の三笘。どういう布陣になるか、あるいはディフェンス陣を1人減らして攻撃の枚数を増やしてきた可能性もあります。佐賀商業、又吉、田中、ここは佐賀商業ボールです。米倉、ボールを奪われて又吉、松尾、ここは田中のカバークリアします。佐賀商業はディフェンスの選手に変えて18番の中原海二、攻撃的な選手を入れてきました。勝負に出ている佐賀商業、後半は間もなく25分です。残りは10分少々。そして龍谷のスローイン、ボールについているのは又吉、ロングスローです。ニアサイド、野添、松尾、徳島のクリア、平井からこれはボールがつながります。又吉、縦、田中の裏を狙いました。さあよく跳ね返している龍谷、ただうまくつながりません。ただセカンドボールもうまく回収している龍谷です。山本が伸ばす、収まった山下、米倉にはつながりません。さあ中原、山下、柴木を経由して20番の山口、駆け上がります。又吉が滑る、徳島から中央、橋本から縦、山下を狙いました。いい組み立てを見せた佐賀商業、エースでゲームキャプテンの山下を狙っていきました。さあ長いボール、田中が立て、つながった米倉、ここは松尾がチェックに行きます。雨が止んで非常に暑い体感となっている佐賀市健康運動センター、 SSP カップサッカー男子の決勝です。今は雨が止んで日差しが差している状況、選手たちの体力を奪っていきます。山本、縦、柴木、右に展開、橋本、縦、山下、うまく前を向く。さあ右サイド、中にボールを入れますがバーを越えてしまいます。
右にポジションを移している米倉、準決勝では決勝ゴールとなるヘディングシュートを決めました。1点リードは龍谷です。橋本のヘディング、非常に堅い守備を今日の試合でも見せている龍谷。激しいチェック、ファールを取られました。さあこの位置から山本が蹴りに向かいます。そして選手が一斉に上がっていく佐賀商業、もう守備の選手はほとんど残っていません。そして龍谷も又吉を除いて全員が下がりました。大きな山場を迎えている決勝の舞台、長いボールパンチング、ファールを取られました。龍谷ボール、龍谷対佐賀商業の決勝、後半に先制点を挙げたのは龍谷です。追いかける佐賀商業、後半の29分を回りました。龍谷ボールです。リードする展開、非常に落ち着いている龍谷。又吉から縦、平山です。ここはもう時間を使う、時間を使ってきます。龍谷ボール、まだ時間は5分少々残っています。そしてロングスロー、うまく時間を使いながらという龍谷。さあここで追加点を奪えば決定的な点数となります。ここはもう慌てません、又吉。ここもロングスロー、中央ボールが流れる、まだある。山下シンプルに縦に入れる、しばき、うまく対応します。18番の石橋正史、そして佐賀商業はゴールキーパーが交代します。1番の3年生の山口、このゴールキーパー山口が実は正ゴールキーパーです。1週間前に右手の薬指を骨折しましたが、怪我をして強行出場しています。佐賀商業としては1点を奪い返して延長あるいは PK 戦まで見据えた上での交代かもしれません。ゴールキーパー山口が後ろから声を出します。怪我を押しての出場。さあ残りは5分を切っている佐賀商業、まずは同点ゴールを奪いたい。右サイド、前田が滑る、大きくクリアしていきます。田中、さあ早く前に持っていきたい。米倉収めた、ただ非常に速い龍谷のプレス、そしてボールを奪う。田中狭いサイド縦に出しますが龍谷ボール、後半の32分を経過しています。田中のクリア、なんとか奪って形を作りたい佐賀商業。落ち着いて時間を使っている龍谷。米倉、ここはもう慌てません龍谷。
夏の大会で初の優勝を狙っている龍谷、ここまで1点リード。さあボールを奪った前田が長く出す、野添右サイド、11番の柴木がスローインです。ここは8番の橋本、柴木は中、山下この位置まで下がっています。20番の山口、ここからサイドに展開する佐賀商業、徳島、しかし龍谷のディフェンスよくついています。石橋シンプルに縦、柴木倒れる、ホイッスルない。さあ中央チャンスを作れるか、橋本、橋本キープ、米倉よくカバーしました。15番の平井です。ここは佐賀商業ボール、コーナーキックかスローインか。ロングスローです。収める山下、山下キープ、中に上げられるか、クリアします。そして再び佐賀商業ボール、アディショナルタイムは2分と表示されています。残り時間はもうわずか、1点リードしているのは龍谷です。佐賀商業ロングスローのチャンス、龍谷は全員がもう下がっています。最後の山場を迎えている決勝の舞台、ロングスロー、ここはニアサイド、田中、まだある、こぼれている、押し込めるか、シュートだー、同点ゴール佐賀商業、11番柴木左足、土壇場で追いついた佐賀商業、1対1、まだ試合は終わりません。追いついた佐賀商業、後半のアディショナルタイム、ロングスローからチャンスを作りました。土壇場で追いつきました佐賀商業、決めたのは11番の柴木。さあ試合が再開します。後半のアディショナルタイムにすでに入っています。目安は2分、このまま1対1なら10分間の延長戦に突入します。10分ハーフの延長戦に行く前に試合を決定させられるか両チーム。又吉倒されて龍谷のフリーキック、少し距離はありますが十分狙える位置です。龍谷、そして前半にバーに当たるフリーキック、見事なフリーキックを放っている25番の平山がボールについています。龍谷は試合を決められるか。佐賀商業正念場、龍谷大チャンス、土壇場で追いついた佐賀商業をしのげるか、龍谷は試合を決められるか。もう時間はありません。おそらくこれがラストプレー、低いボールディフェンスに当たる、押し込めない、防ぎました山口、松尾押し込めなかった、防いだ山口、フリーキックのボールこぼれて最後松尾の前に落ちたんですが、ゴールキーパーの3年生山口飛び出してきました。
そしてコーナーキック、まだ試合は終わりません。すでに目安の2分は経過していますが試合を続行します。さあチャンスが続く龍谷、キッカーは25番の平山。コーナーキック、遠いサイドクリアします。ここで前後半の終了のホイッスル。佐賀2020 SSP カップ佐賀県高校スポーツ大会サッカー男子決勝、龍谷対佐賀商業は土壇場で佐賀商業追いつきました。1対1。PK 戦に向けて気持ちを高めている両チーム、円陣を組んでいます。赤のユニフォーム佐賀商業、そして紫のユニフォーム龍谷、今円陣が解かれました。龍谷は優勝候補だった佐賀東、あるいは佐賀北をいずれも PK 戦で破っています。今大会だけで3回目の PK 戦となる龍谷。そして特筆すべきは龍谷はいずれも全ての選手が PK をまだ外していません。ある意味非常に強敵となっている佐賀商業、 PK 戦の相手は龍谷です。土壇場で追いついたのは佐賀商業。ゴールキーパーは佐賀商業が1番の山口、右手の薬指を1週間前に骨折しましたが、非常にこの PK 戦には強いと松尾監督が話していました。後半の途中から今日出場しているゴールキーパー山口、その PK 戦で止められるか。先行は龍谷です。1番は10番の松尾亮太です。ボールをセットしました。先行は龍谷、佐賀商業ゴールキーパー山口。止めた、山口止めました。1番の松尾止められた。山口ファインセーブ。いきなり動きましたこの PK 戦。ここからここからとベンチから声が飛んでいます龍谷。佐賀商業高校1番キッカーは13番の途中出場徳島です。2年生左利きです。さあ又吉止められるか、右に決めました。徳島和樹成功、2年生見事に沈めました。さあいきなり結果を出した佐賀商業のゴールキーパー山口、それに対して龍谷の2番目9番の石橋啓司です。キャプテン、ボールをセットしました。長い助走、決めました。
ゴール右の非常にいいコース。山口も読んでいましたが、これは石橋の技術が上を行きました。佐賀商業の2番キッカー、10番エースでゲームキャプテンの山下健人です。龍谷のゴールキーパー12番の又吉俊太、止められるか。決めました、豪快な一振り。2番目のキッカーはどちらも成功しています。そして3番目のキッカーは、龍谷はゴールキーパーの又吉がボールをセットしています。止めた、また止めました。山口左足でセーブ。見事な反応を見せました山口。さあ3人目のキッカーを止めました山口。ここまで龍谷は2人失敗、そして佐賀商業の3人目、8番の橋本直樹です。セーブしました、また吉も止めた。まだ分かりません。3人目いずれも失敗、両チームです。お互いのゴールキーパーが好セーブを見せています。先行4人目龍谷です。キッカー石橋、落ち着いています。ゴールキーパーの逆をつきました石橋正史。先行4人目成功、ここまで2対2です。そして佐賀商業4人目は7番前田です。2年生、さあ又吉連続セーブなるか。連続セーブだー、龍谷並んだ。ゴールキーパー又吉連続セーブ。まだもつれる PK 戦、4人目が終わって2対2。そして勝負の5人目、龍谷は8番の大石。ポストに当たりました、大石失敗。佐賀商業は決めれば優勝が決まります。追い込まれた龍谷、15番の山本。佐賀商業5人目、決めた、佐賀商業優勝。佐賀2020 SSP カップ佐賀県高校スポーツ大会サッカー男子決勝、佐賀商業対龍谷は1対1、 PK 戦の末佐賀商業が優勝となっています。
佐賀商業は夏の大会7年ぶりの優勝という結果となります。 PK 戦3対2、お互いのゴールキーパーが非常にいいセーブを見せましたが、最後は佐賀商業に軍配が上がりました。創部50周年の節目を迎えた佐賀商業、県総体だとすると決勝進出は3年ぶりでした。今の3年生はまだタイトルがありませんでした。その中で高いモチベーションで臨んだ今日の試合、後半の終了間際に追いついて PK 戦の末、強敵龍谷を下しています。SSP カップでは当然初代王者となった佐賀商業、見事な戦いを見せました。最後の最後まで諦めなかった佐賀商業、後半の終了間際柴木のゴールで追いついて PK 戦の末龍谷を下しました。一方の敗れた龍谷、創部46年目、夏の大会で初めての優勝を狙いました。去年の選手権大会では優勝、今大会でも優勝候補の佐賀東と佐賀北を PK 戦で破り決勝の舞台へ勝ち上がってきました。ただその PK 戦で惜しくも敗れるという結果となりました。佐賀2020 SSP カップ佐賀県高校スポーツ大会、サッカー男子決勝、龍谷高校対佐賀商業高校、1対1、 PK 戦の末佐賀商業高校が勝利し、夏の大会7年ぶりの優勝を飾っています。ここまでの放送は佐賀テレビの川野雄也がお送りしました。それではこのあたりで失礼いたします。優勝するとは正直思わなかった。でもなんか